はいどうも、組んでみたレビュー、富士見の BMW M5 です。組みました。よいしょ。今回は、こんな感じにしました。ノーマルで組むか、車高を下げて組むか、だいぶ考えたんですが、ちょっと車高下げようかと思って、富士見のキットなんですが、これは、前後シャフト同士のキットなので、まあそのブレーキ再現とかがなくて、で、ですね、青島の、19インチのプロフェッサー SP1 の、極みタイヤ付きのやつですね。それを使いました。で、まあ前後シャフト同士なので、シャフト通す位置を、2ミリぐらい上に穴開け直して、シャフト通して、で、そのままだとブレーキ再現がなくて、で、こういうね、ブレーキの開口部が大きいキットなの、ホイールなので、ブレーキの開口部じゃない。ホイールの開口部が大きいホイールなので、その状態でちょっとブレーキないのは寂しいなと思って、青島の、最近、モデルカーシリーズで、ローダウンパーツが入ってるやつですね。あれの、ブレーキのキットの、ブレーキの、部品だけを、ホイールに接着するような形で、流用してます。で、組んでみた感じなんですけど、まあこれもね、前に話した通りですね、かなり前に組んだばっきりだったので、どういう風だったのかちょっと全然覚えてないんですが、これもね、多分ね、オープンカーシリーズになったと思うんですよ。だいぶ前に、Y さんさんのグロリアのグランツーリスモの、オープンカー仕様のやつを紹介させてもらったと思うんですけど、あのシリーズになってたと思うんですけど、ここにね、ごっついね、パーティングラインというか、その金型の、なんかその時に多分作られたであろう金型の跡があって、で、一応、サンルーフのモールドは入ってはいるんですけど、もう全部ゴイ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 削り落としました。でも、削り落としてもこれぐらい残ってるんで、残って、まあ、別にそのラインが崩れる感じでもなかったので、もう、ゴイ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 削り倒して、で、ただここちょっとね、掘り直してとかやったりとかしましたけど、全体的にですね、そういうね、のが多かったなーっていう、ボディとかに関してはですね。で、まあ、やっぱりちょっとこれもね、前々からよく言ってる古いキットっちゃ古いキットなので、あれっていうところはあったんですが、特にね、気にせず組むことはできましたんで、こういうふうにね、前お話ししたように、まあ、今回全部、内張りに関しては、ターン、クレオスのターンと、なんだっけ、タイヤブラックかなを使って塗ったんですけど、で、まあ、ここのね、ドア内張りの内側と、この持ち手というか、まあ、ドア内張りの部分と、色を塗り替えるってことはしなかったんですが、まあ、実写もね、画像軽く見てみたんですけど、なんかいろんな仕様があって、わかんないって感じだったので、とりあえずタンと、タイヤブラックで塗ったみたいな感じだったんですけど、ここね、フロントバンパー、これ、要は1決めみたいな感じで入るようなこの感じになってて、で、このピンが出てたような跡はあったんですが、このピンがなかったです。フロントは。リアはあったんですよ。リアはあったんですけど、フロントがなくて、これ何かあったのかちょっとわからないですが、なんでだろうとか思いながらやりました。で、このね、リアのね、ここのピンが出たままにして組もうとすると、シャーシと干渉しちゃって、合体できないので、まあこれもまあ説明書に書いてあるので大丈夫だと思うんですけど、特にね、バンパーの合いが悪いとかそういうことも特になかったので、まあいいんじゃないかなと思います。このリアバンパーの H さんの指示がいまいち、リアバンパー H さん、赤で塗れっていう風になってんの？ボディカラー赤？赤の仕様があったんですかね？パッと、それはちょっと知らないのであれなんですが。で、気になったのがね、フロントワイパーの位置なんですけど、
もうそのさっき言った通り、組んだのがだいぶ前なので、ちょっと全然覚えてないんですけど、こんなにこう丸見えになるような位置だったかなっていうことをちょっと思ったりはしたんですが、まあ実写はもちろん違うと思うんですけど、で、富士見のキット全般的によく言えることなんですが、ワイパーの、R が全然こうガラスパーツとね、合ってないので、そこら辺はこう削ったりとか、こうじわーっと力こうじわーっと加えて、曲げてあげて、接着してっていう風にしました。なとこかな。はい。まあ、下回りはね、共通シャーシなんで、まあ、特に何もしてないですが、こんな感じにしてみましたが、いかがでしょうか。まあ、キット定価が安いのでね、これも1800円なので、まあ、ちょっと、サクサクっと作れるキットだとは思います。下回りもちゃんと塗り分けようと思ったら、まあ、もうちょっと時間かかっちゃったりするかなと思いますけど、あとはね、このモールド、サイドモールのところ、サイドモールドというかサイドモールのところが箱絵を見ると一本シルバーのラインが入ってるみたいなんですが、ちょっとこれを再現とかはしてないんですけど、そういうとこまでやったりするともうちょっと時間かかるかなと思うんですけど、まあこれぐらいのものにはなります、自分みたいな下手くそでも。はい、というわけで、今回組んでみたレビューは富士見の BMW M5 を紹介させてもらいました。ノーマルで組んでも面白いかなとは思うんですが、今回はちょっと車高下げてね、こうやってよく、富士見のやつに使いますかとか話を聞かれるので、前後金属シャフト同士だったら、こういう感じで青島のホイールも使えますよということで、紹介させてもらいました。ご視聴いただきありがとうございました。